本日私は沖縄ハム総合食品株式会社の方に足を運んでおります。なんと今回新しい商品が登場するということで、今回はこの方からお話をお聞きしたいと思います。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。はい、私沖縄ハム総合食品株式会社、マーケティング部のキャン森代と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですけども、今回沖ハムさんの方から何か新しい商品が出てくるという情報を聞いたので、今日は取材の方に来たんですけども、早速キャンさんの方から紹介よろしくお願いいたします。はい、今回私の方で紹介させていただくのは、レトルトの常温商品でチキンでサラダという商品でございます。チキンでサラダということで、こちらのお味の方が2種類あるというふうにお聞きしたんですけども、こちら紹介お願いします。はい、味は2種類、カツオだし味とバジル味、こちら2種類になっております。こちら商品がですね、鶏肉を使ったものでございまして、通常売られているツナ缶の同じような用途としてですね、サラダやまたパスタだったりとか、そういったものに乗せてすぐに召し上がることが可能な商品となっております。今回通常ね、皆さんが手にしているツナ缶の、今回沖ハムさんの方はチキンバージョンということで、先ほどもありましたが、この商品の特徴と、あとは調理方法ですかね、キャンさんの方から、どういったところで、この商品使ってほしいという場面がありましたら、ぜひ教えてください。そうですね、商品の名前にもなっているんですけれども、チキンでサラダという名前ですので、主にサラダに乗せて使用してもらいたいんですけれども、もうすでに中の方に鶏肉がほぐされている状態になっているので、パウチを開けて上に乗せてそのまま召し上がることが可能です。またこちらはですね、アルミパウチになってますので、そのまま開けて乗せた後、この処理というのも簡単なものになっておりまして、サイズもお手頃なものになりますので、価格としても手に取りやすいのかなというふうに思っております。またね、この沖ハムさんのホームページはですね、このアレンジレシピの方もあるんですけども、また新しくね、アレンジレシピの商品にまたこのチキンでサラダが加えることによって、また新しくね、またアレンジレシピの方がね、できるかなと思います。それでは最後になるんですけども、視聴者の皆さんもね、気になっているこのチキンでサラダなんですけども、今後のね、購入方法とかそういったものがありましたら、ぜひ最後に一言メッセージいただきたいと思います。はい、こちらチキンでサラダ新商品となるんですけれども、県内の量販店で、販売させていただいておりますので、もし見かけた方はぜひ手に取っていただいて、カゴの中に入れて、お家で美味しく召し上がっていただければなと思っております。よろしくお願いします。はい、本日はですね、沖ハムさんの方から新商品として登場するチキンでサラダの紹介をしていただきました。本日はキャンさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。